はい、こんにちは。田原です。今回ですね、カラフルで実際にページを作っていくときに一番最初にどこから作っていくかということをお伝えさせていただきます。まずですね、ワードプレスのダッシュボードから投稿ではなくてですね、この固定ページというところで作っていきます。なので、この固定ページを開いていただきます。そうするとですね、最初にサンプルページとプライバシーポリシーというものがデフォルトで入ってますので、この新規追加を押していただければと思います。 で、えー、まず最初に、です、ね、もうここからですね、えー、実際に作っていくわけなんですけれども、えー、よくですね、これ最初に設定したときに、えー、ここにでいろいろとこう文字がもっとですね、この文字のサイズ変更するボタンとか内容とかっていうときがたまにあるんですけれども、このボタンですね、ツールバーの切り替えっていうボタンがあるので、これですね、押してください。 そうするとですね、ここ下出てきますので、もしここですね、まだ出てきてないよということであれば、このボタンを押していただいてですね、ここからですね、実際に入力などを行っていただいた方がですね、文字のサイズ変更だったりとか、文字の色変更したりとか、いろんなことができていきますので、必ずこのボタン、もしですね、非表示になってたら、表示に設定していただければと思います。たまにですね、ちょっとこの質問がありましたので、動画を撮らせていただきました。